さあ、レオさんも速いんですよね。速いですよ、この VR 非常に速い速度を持っている、派手な走りができるこの上岡辻郎。さあ、バリの ZSS レーシング VR S15、 上岡辻郎の1本目、おー、どうだ、どうでしょう。ちょっと早く戻しちゃってたね。だいぶすごかったけどな。あ、今ドスチェックですね、はい、車もかっこいいですね、なんかね、これすごいです。さあ、では行きましょう。さあ、ナンバー15、上尾和弘。さあ、スタート地点、トレーナシー VR ランゴ GTR のエンジンを搭載したこの S15、 非常にパワフルな、あ、このマシンをうまくコントロール、ストレート、まずは加速、いいスピードを乗せて一気に振り出す、いやー、どうだ、悪くないぞ、ずーっと持ち返してきた、これも悪くない、悪くない、さあ、コースを真っ白にしながら、宿命としてはやらなきゃいけないことはやっぱりバリノタイヤの初優勝がまだないというところで、ここをどうしても最後結果として中村直樹選手とともに取っていきたいということは言っておりました、はい、さあ、では準備できました、参りましょう。カーナンバー15、上尾克弘 VS カーナンバー84、チャールズ。さあ、いよいよベスト16、5組目の対戦ということになります。上岡次の先行は遠いチャールズ、ランゴ GTR のエンジンを搭載したこの S15、 グーンと伸びてきて、さあ、それでもチャールズも近いところにいるぞ、いい、さあ、思いっきり振ってきた状態で上岡次、そして後ろからチャールズが、あーっ、これはつらい、これはダメだ、完璧にアンダー状態から、うわね、さあ、それでは入れ替えいきましょう。さあ、というところで大きな差がつきました。あとは今度入れ替えの2本目、チャールズ先行で上尾がミスがなければこれはあっさりとベスト8進出が決まるということになりますけれども、入れ替えの2本目、まだ両者スタートなりません。出た、今動き出した、青いマシン D-MAX レーシングチャールズ、そして後ろから上尾克弘。さあ、上尾克弘、この後追いはどう走る、どう走る、さあ、見ている、サイドで、サイドで合わせて、合わせて振ってくる上尾克弘、そしてその後寄っていく、寄っていく、最後寄ってった、これは前を、前をしっかり見てった上尾克弘。さあ、どうやらウォーミングアップを終えて両者がスタンバイできたようです。さあ、それでは参りましょう。カーナンバー15、上尾克弘 VS カーナンバー90、川端雅人。さあ、いよいよベスト8の3組目のスタート、ベスト4進出をかけて、まずは上尾克弘、そして後ろから川端雅人の GR スープラ、どういう後追いを川端見せるか、上尾が行く、ぐーんと伸びていく、それに対して川端がどうだ、ずっと折り返すが戻った、いやー、ダメだ、持っていけない、川端。では入れ替えいきましょう。さあ、それではいよいよ入れ替え2本目のスタートということになります。川端雅人 GR スープラ先行、後追い上岡次郎。さあ、上岡次郎、3号 GTR エンジンを搭載したこの S15、 どういった後追いを川端に対して GR スープラに対して見せつけるか、ぐーんと加速して、そして上岡次郎、今度は先行ではいい走りか、さあ、つまずいている、それも近づいている、これはこれで勝負ありだ、これで勝負ありだ、うわ、ベスト4進出、上尾克弘。カーナンバー15、上尾克弘 VS カーナンバー9、末永直人。さあ、いよいよ決勝進出をかけたセミファイナルの2組目が動き出した、黒いマシン、この上尾克弘が、上尾克弘が、いやー、前に出て、ここから一気に加速、ぐーんといく、さあ、そして後ろから末永直人、どこで入れる、どうギリギリか、どうギリギリか、さあ、どうでしょうか、後半に向けては末永直人ちょっと近づいた、セット、来た来た来た、上尾、後から末永直人が、さあ、セットです、では入れ替えいきましょう。
さあいよいよ入れ替えの2本目ということになります。決勝進出をかけた戦い、セミファイナルの2組目、入れ替え目、これは末永直人先行、後い上尾勝弘、さあどう来るか、まずは前回だ、滑ってる、本当だ。さあちょっとここはついていけなかった、上尾勝弘9点差でた、うわー落ちた、でかいミス、失敗、ここで大きなミス、上尾勝弘勝負あり、193対194、決勝進出末永直人。